シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。今日の件はモンストニュース予想をやっていくってやつで、ドクターストーンコラボっつうことは、そそるぜ、これは。さあ、というわけで、毎週恒例のモンストニュース予想をやっていくぜ。いや、今回ちょっとよ、時間がなくて、なるべく簡単めに説明してるから、そこは了承してくれな。で、毎週言ってるけども、これはあくまで予想であって、明日のモンストニュースをみんなでワクワク楽しむためにやってるぜ。オッケー、そんじゃ早速、やっていこう。というわけで去年の振り返りからやっていくぜ。去年の8月20日のモンストニュースは、天下五剣シリーズの新しい新限定、まあ属性限定がやってくると予想されていたぜ。それでは主な内容見ていこう。まず、超絶イダ展開。こんな感じに副友情コンボはなっているぜ。まあこれね、超絶回があったと。で、次、新限定キャラクター。オーデンタ光代、天下五剣シリーズの新しい新属性限定としてこの光代がやってきたぜ。で、これがまあスターライトミラージュに新しく追加されたんだけど、どういうモンスターだったかというと、超究極新芝の、まあ適正、まあ、超究極新芝をぶっ壊すモンスターとして登場したぜ。まあ、結構壊したらしいけど、俺自体当ててないから、全然使ってないのよ。まあ、だけど、やっぱりラウドラ4体で行くよりも、こいつ入れた方が絶対強かったと思うから、まあ、すごい、早すぎる、適正追加。まあ、とは言っても、1年前ぐらいからかなり早めにぶっ壊してるけど、まあ、なんか、そこら辺意見が分かれた、新限定になっているぜ。次は、情報修正がやってきたぜ。どんなものがあったのか、モンストニュース内で発表されたものだけ確認していくぜ。ワルプルギス、限定モンスターのワルプルギスが情報修正を受けたんだけども、まあ、ポイントとしては、スワビにアンチダメージオーラが移ったことによって、すごく使いやすくなったぜ。まあ、俺持ってないから全然使えてないんだけど、まあ、最近当てたから、まあ、使おうと思うけどな。で、次、天草四郎、超レーザーストップと友情コンボが、まあ、こんな感じ強化されたんだけども、やっぱり、使ってない。どうなんだろうな。まあ、重心化回にかなり期待といったところ。で、次は、キスキルリラ。超強プラズマだけ。これどうなるのかなと思ったけど、やっぱり使用率は上がらなかったかなっていう印象。昔すごい強かったから、本当に、重心化回なりして、かなり活躍してほしい気持ちが、大きいぜ。次は、ジキル&ハイド。結構強くなったんじゃないかなと言った印象だぜ。まあ、結構、玉露とかで使って、ってたから玉露終わってしまって使わなくなったけど、まあ、かなりいい感じだと思うな、これは。すごく良かったんじゃないかな。その他もこんな感じで情報修正が行われていたぜ。オッケー。次、重心化。ミョルニル。ミョルニルが重心化したぜ。こんな感じ。結構優秀。次は、X ラックパーク2020の発表があったぜ。去年はフラッパと執念が合体していて、まあ、そのちょっと例外な、フラッパになっていたぜ。まあ、この発表のタイミングは決まりがないから、まあ、明日あるとはわからないというふうになっているぜ。というわけで、このモンストニュース、なんと最後に、予告状というものが出てきて、これは、ヒロアカコラボの伏線になっていたぜ。だから明日もなんかあんのかなというふうに思ってしまうけど、まあ期待はやめておこう。じゃあ予想やっていくぜ。新超絶怪降臨ということで、反対地盤の超絶怪がやってくるかもしれない。で、反対地盤のこの超絶のモンスターたちって、実装がちょっと属性順じゃなくてわけわからん感じだったのよ。で、残りが9期と職員、まあ、順番通りに行くとおそらく9期が発表されるのかなといった状況だぜ。オッケー。次、属性新限定の追加ということで、去年はさっきも振り返ったように、オーデンタ光代が、実装されたんだけども、まあ、明日も同じように属性限定が来るかもしれない。まあ、その場合、どんなやつが来るのかと言ったところで、今年、結構最強レベルのアムリタさんが実装されてんだけど、このシリーズになるのかどうかがわからん。まあ、もしかすると普通に、こいつは何も関係ないシリーズと関係ない単発のモンスターかもしんないけども、まあ明日来るとしたら、なんか貴族性関連の限定の発表があるかもしれないといった感じだぜ。まあここ最近限定結構力入ってるから、強めのモンスター来るかもしれない。本当に今ガチャ迷ってる人、明日のニュース絶対見た方がいいぜ。 OK。
次は情報修正。これが前回6月10日に来てるため、まあ全然来てもおかしくない。まあ去年来てるしな。で、今年の情報修正は、まあ結構満足いくものになっているため、まあ来てくれたら嬉しいかなと。で、本当に、なんか来週あんまりなんもないから、まあ情報修正で盛り上げてくれるんじゃないかなと言ったところだぜ。いや、本当に楽しみ。いや、来るかわからんよ。わからんけどな。で、次、8周年関連の情報。まあ去年この時期にフラパド周年の発表があったため、まあ来るかもしれない。うん。まあでも結構先とは言っても、でもそうか。1ヶ月半ぐらいか。あれ早くね？早いな。じゃあ会ってもおかしくないな。うわー、どうなるんだろう、本当に。去年が、フラッパと周年合体していたから、今年も去年並みの、ま、発表を期待してしまうけど、いや、どうなるのか、すごく楽しみだぜ。OK! というわけで次はアップデート。来週の8月25日水曜日の、ラスト、23時でみんなクエストが終わってるということで、まあ、この流れはアップデがあんのかなと。で、まあ、一応去年のこの時期で言うと、ちょうど去年のこのモンストニュースの前の、先週のモンストニュースで、アップデートが発表されていて、内容は、まあ、そんなに大きくないけども、まあ、爆絶のあいつらが職に入ったのは結構印象的か。まあ、おそらくこんな感じのアップデが行われるんじゃねえかなと予想しておくぜ。OK! 最後に謎の予告状ということで、これ突然モンストニュースで予告状というの出てきて、これ書いてあるのがモンストの重大な秘密を握っている。X フラッグの中の人2人を連れ去らせてもらう。来週のモンストニュースは私がいただこうということで、これね、結構コラボの中でも大きめの、なんて言うんだろう、伏線って言ったらいいのか、事前のコラボ前の流れ。結構大きめだったな。これ専用の生放送あったりとか、まあ、かなり凝っていたものになっていたぜ。結局これ何なのかというと、ヒロアカコラボにつながるものだったということなのよ。だから、まあ、もしかするとよ。まあ、でも今ドクターストーンバリバリやってるけど、なんかドクターストーンあれ、光の冒険戦に入れてしまったせいで、なんか触れる機会が少なすぎて、なんか、すごいでかい作品なのに、しれっとコラボしてるっていう状況だったから、やっぱ光の冒険戦とコラボするっていうのは、いいアイデアだけど、なんかもういいかなと、俺は思ってる。かなと。ドクターストーン大好きな、俺からしたらな。で、まあ、今回もあるかもしれないということで、まあ、明日のモンストニュース、まあ、期待しすぎずに待っておこうぜ。オッケー、そんじゃあ、重心回想やっていくぜ。今回の重心化はこいつだ。葛飾北斎。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。夜勤って仕方ねえ。